どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。ここでやっていきましょう。今日はですね、皆さんに重大な報告があります。なんとですね、まあ中学生の皆さん、高校生の皆さんね、全中がなくなってしまったりね、インターハイがなくなってしまって非常に悔しい思いした人って多分たくさんいると思うんですよ。まあそれ以外にもね、3年間の集大成をね発揮したかったっていう人もね多分たくさんいると思うんですよ。で、まあそういう人たちのためにね、なんと大会が開催することが決定しました。ね、その名もですね、バーチャルディスタンスチャレンジというものがね、開催されることが決定しました。その大会は何かって言いますと、ね、トゥーラップスっていう、まあ、中距離専門のね、まあ、いや、実業団チームみたいなのがあるんですけれども、そこの、コーチの、ね、横田さん。横田さんはですね、元800メートルで、ね、オリンピックにも出場してる素晴らしい選手なんですけれども、まあ、その横田さんが開催することを決定しまして、で、その協賛がですね、すごい人たちばっかで、ね、元山の神の柏原さんだったり、あと神野さんだったり、まあ、数々オリンピック出場した選手だったり、ね、日本のトップ選手の方がもう、たくさん協賛で言うんですよ。だからですね、まあ、ぜひね、この機会に皆さんに、まあ、中学生、高校生をね、中心とした大会なんですけれども、ぜひ皆さんに、出場していただきたいなというふうに思っております。まあ、そのね、詳しい内容は概要欄に書いてあるんですけれども、で、僕の方からね、軽く説明の方するんですけれども、まずね、まあ、たくさん種目があるんですよ。で、まあ、800、1500、3000とか、まあ、リレーとかあるんですけれども、それをですね、オンラインで投稿するっていう感じなんですよね。例えば3000メートルだったら、まあ、自分でトラックで3000メートル走ったのを、誰かに動画を撮ってもらって、その動画をですね、大会側に送るんですよ。そしたらですね、まあ、その大会側で、まあ、集計したりして、まあ、記録が残るっていう形なんですよね。で、その中でも多分、上位の成績だった人は、なんかそちらの YouTube の方があるみたいなので、そちらに多分乗るみたいなんですよね。で、まあ、多分そこに乗ったらですよ、ね、まあ、大会が全然なかったので、ね、高校でインターハイ行きたかったり、あと大学で箱根駅伝出たかったりみたいな感じの、目指してる人、そういうの指導者がですね、目を通してくれる可能性もあるんですよね。だからですね、本当にやっぱり皆さんにチャレンジしてもらいたいなというか、そこで集大成をですね、発揮してもらいたいなというふうに思うんですよね。やっぱりね、本当にもう何もしないで諦めて終わるよりは、絶対にやっぱりこういう大会に参加した方がいいと思うんですよ。ね。まあ他の、スポーツでも、なんか、まあ、甲子園、野球ね、甲子園はですね、まあなくなってしまいましたけど、各都道府県で、ね、なんかその、各都道府県の大会は開催されるみたいな。ね、予選は開催されるみたいな感じのニュースを僕見たんですよ。でも陸上は、まあ、そういうのなかったなと思ったんですけども、まあね、このニュース、このね、バーチャレが入ってきました。なのでですね、これ誰でも参加できて、しかも無料なので、ね、皆さんね、ぜひやって、本当にここで、青春をね、もう一回取り戻してもらいたいなっていうふうに僕は思っております。はい。もしね、僕がね、まあ、皆さんの立場、中学生、高校生の立場だったら、絶対に参加しようかなっていうふうに思うんですよね。なのでですね、もう本当に一回夢を諦めてしまった。ね、一回もう大学進学、高校進学を諦めてしまった。でもそういう人たちのためにね、僕こうやって開催すると思うので、ぜひ皆さんね、このチャンスをものにするというか、このチャンスを有効活用して、皆さんこれにチャレンジしていただきたいなというふうに思っております。まあ、期間はですね、7月20日から8月23日までなので、まだまだ、期間はあるので、これまでにしっかり練習を積んでね、そこで力を発揮できるように、僕は、応援したいなと思います。まあ、というのもですね、僕はやっぱり、ね、こういうなんか、まあ、中学生、高校生のための大会とか、なんか、イベント開きたいなとか思ってたんですけども、まあね、僕はまあ人材もいないですし、まあ、資金も足りない。ということでね、まあ、まあ、横田コーチ、ツーラップスのね、方が主催ということで、まあ、僕もなんか協力できないかなと思ってね、まあ、こう YouTube 上で紹介という形になったんですけれども、少しでもね、皆さんの力になれればいいなというふうに思いますのでね、僕は、その大会をとても応援しておりますので、盛り上がるように、皆さん頑張りましょう。はい、ということで、皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイビー。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。